カードショップといえば皆さん何かしらイメージありますよね。オタクが多い、臭いとか、そういう マイナスなイメージしか出なかった。テラモンっていうのがあるな。ギリギリ怒られないか？これ大丈夫？お、始まった。バカみたいな名前で行こうぜ。最強カードショップで行こう。届いた荷物。ああ、届いた。ちょ、お前ら近寄るな、取るな、取るな。これうちの商品だからな、バカ取れ。取れない。いや、お客さん帰っちゃう。ちゃんと置かないと。はい。いらっしゃいませ。客選んだみたいになっちゃう。これで4ドルは妥当です。お前がうちの値段に評価をつけるんじゃねえよ、バカ誰が。ありがとうございます、お客様。もう靴舐めさせていただきます。ベロ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 。はい、お預かりします。お前さ、合計4200円なんで6000円出してんじゃねえよ。お前もう腹立った。全部小銭で返してやるから黙ってろよ。うわ、出た、くっせえ客だ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。このために用意してた、これ。あ、ちゃ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 、アルバムって何？どうやって閉じるのかな？オッケーオッケー、閉じれた。で、これを取って、噴射。うおー、帰れ。あれ、まだ臭い。風呂入れ、オタク。デオコ使え、デオコ。よし。いや、このゲームおもれ。うおー、1442円。ほー、2、300円で売ってるやつが1400円に化けたぜ。株だ、これはもう。投資だ。資産価値がある、このカードたちには。お疲れ様です。かぐやです。今回の動画はカードショップ運営シミュレーションゲームでございます。その名も TCG カードショップというわけで。このゲームですね。まあ、いわゆる最近流行ってるじゃないですか。スーパーマーケットシミュレーターだったり、あとは酒場のシミュレーターだったりとか。まあ、いろいろあったんで、やろうかなと思ってたんですけど、なかなかね、流行りに乗るのに遅れまして、どうも。はい。スーパーマーケットシミュレーターも結局、一人で遊んで楽しんだだけでした。というわけで、こちらのゲームですね。名前の通り、カードショップを運営できます。で、カードショップといえば皆さん何かしらイメージありますよね。オタクが多い、臭いとか、そういう マイナスなイメージしか出なかった。まあ、このゲームすごいのがね、ちゃんと臭い客も来ます。まあそういうネタ的な要素も含めて、ちゃんとカードショップっぽいことができます。例えばカードの単品売りだったりとか、あとはカードの販売とか、お店の中で、そのカードをプレイできる場所を作ったりとかもできます。もうそれ聞いただけでね、うわ、面白そうと思ってつい買っちゃった。というわけで、やっていきましょう。俺のカードショップを作るぞ。テラモンっていうのがあるな。ギリギリ怒られないか？これ大丈夫？お、始まった。お、なんか軽快な BGM が流れて、もう店員さん来た。カメラ感度高い。ちょっと待ってねー。まず赤いなんかクエスマークじゃない、あれがあるわ。はい。私は自分のカードゲームストアを開くために本業を辞めました。お、脱サラ。マイカッショップ。この店名決定が一番ね、悩むんだよ、俺。バカみたいな名前で行こうぜ。最強カードショップで行こう。はい、確認する。携帯電話を開いてカードバッグを買いだめします。買いだめしますって言い方やめない？お客さん、まだうちやってないんすよ。お客さん、また今度来てね。まだクローズド、わかる？ねえ、お客さん読める？じゃないよ。綺麗な目してんな、お前。また今度ね。で、携帯電話は？タブか。おー、なんか iPhone とも Android とも言えないような見た目。カードパックはどこで買えるんだ？違うんだ。在庫注文か、普通に。あー、はい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 。あ、右上にあるね。10万円で店やる？え、10万円だよね。1、10、100、1000、万、10万、10万円で店できるの？やるか。とりあえず、パック、2パックぐらい買うか。アクセサリー？ああ、ショップレベル2に上げたら、このなんかクレンザーライセンスっていうの手に入るんだね。はいはい。フィギュア。おー。で、今選んだのがこのブースターパック。まあ、今のところこれしか買えないかな。結構種類あるね。とりあえずこれ。2パックぐらい買えばいいでしょう。届いた荷物。ああ、届いた。お前ら近寄るな、取るな、取るな。これうちの商品だからな、バカだれ。タック。怖い、怖い。R で開けて、ああ、はい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 。ここら辺はあれだね、スーパーマーケットシミュレーターと同じような感じだね。で、今のびっくりマークがついてるのは多分値段がちゃんと設定されてないようだから、利益を186円です。市場価格322円。じゃあ、うちはちょっとまだオープンしたてなので、100万で行かせてもらおうかな。すげえ、1枚でも売れたら大儲けやぞ。このさ、市場価格に合わせるそれよりもプラス 10% マイナス 10%、 回数は何？あー、なるほどね。一番切りよくしてくれるんだ。はい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 。あ、じゃあまあとりあえず市場価格プラス 10% で揃えよっか。 OK、 じゃあオープンにしまーす。いらっしゃいませー。どうぞー。安いですよー。いいネタ入ってますよー。新鮮な。どんなカバン持ってきてんの、お前。でかくない？
はい、お預かりしてます。買いすぎ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 、そんな買う、ちょっと待ってね。はい、お釣りはいらない。はい、ありがとうございます。いい価格、ありがとうね。お預かりします。すげえ買ってくな。876円。お、すげえ、日本円ちゃんと対応してる。なんだっけ、スーパーマーケットシミュレーターじゃさ、これユーロじゃない、ドルしかいけなかったもんね。これ助かるな。ね、お、ジャンプできるこのゲーム、ほう。お前500、札出したよな、今。おい、ハゲ。ハゲヒゲ。札出したのに、お前500円じゃねえか出してきた。まあいいけどさ、別に買ってくれんだった。取れないか、お前。取れないか、これじゃ。ああ、いや、お客さん困ります。お客さん困ります。レジの後ろに行かれるの困ります。もしかして、スーパーマーケットシミュレーターと違って、俺はこうやって持ってたら取れない。取れない。いや、お客さん帰っちゃう。ちゃんと置かないと。はい。いらっしゃいませー。客選んだみたいになっちゃう。ごめんな。ごめんな、兄ちゃん。また今度買いに来てくれや。これで4ドルは妥当です。お前がうちの値段に評価をつけるんじゃねえよ。バカ誰が。ありがとうございます、お客様。もう、靴舐めさせていただきます。ペロ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 。ありがとうございます。え、お釣りいらない？あ、そんなことはない。すいません。ありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。すっげえすっげえ、あのハゲすげえぞ。めっちゃ買ってった。転売屋かな。ありがとうございます。なんか、タスクあるね。取って。あ、こうか。オープンパーク。自分でも開けれんの？ピリ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 。239円。21円だけど、お前、待って待って、見た目的に結構、335円。234円 ?16 円 ?550 円でっけー、めっちゃキラキラしてる。おー、総価値が1406円。もう儲かったけどさ、見た目全体的に危なくないか。やべえ、客ほっといて開けて !234 円。はい。まあまあまあ、元値は超えたかな。元値超えたね。よし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 。あー、これ面白い要素だね。自分で開けて、それ多分売れるんだよね。おもれー。あー、ギリギリ313。もしかしてさ、いや、これ携帯電話にね、トレーディングカードゲームの市場価格みたいなのあったんだよ。あ、それで値段もちゃんと変動していくんだろうね。レアなやつとかはもっと値段上がったりとかするんだろうな。いくらまであんだろう。というわけで今回は400いくらだね。おもれー。な、くっさいやついる、くっさいやついる。今くっさいのどうにかする手段がない。くさいよ、この人。ちょっとさ、オタクくんさ、デオコ使って頼むから風呂入ってきてくれ。外に出るんだったら風呂ぐらい入れ。もう来んなよ、お前。できんな。二度と来んな。バール持ってこい、バール。で、プレイテーブルを購入してショップに置きます。ほう。アクセサリーになる？あ、これは買わないといけないんじゃないか？オタクどもくせえからな。で、結局プレイテーブルってどこ？こっち？あー、こっちにお店の棚とかあんだ。オッケーオッケーオッケー。プレテーブル、プレテーブルとかそういう系はワンクリックで購入確定？まあ、一個欲しかったというか買わないといけなかったから。おー、つまり、店にこういうのを置けばお客さんがここでいっぱい遊ぶよっていう話か。そんな感じでやってもらえるんだ。おもろい。で、これが？あー、あれか。オタク臭いやつに吹きつけるやつ。だけどこれ商品としても置けんのかな？まあいいか、とりあえずちょっとあとね、箱のパックも買ったんだよ。よいしょ。4個入り。おー、あ、そういう感じね。ガードショップらしくなってきたじゃねえか。あー、これもう一個の、あれですね、臭いやつら用ですね。おー、ボックス買った。おー、やっぱ自分が臭いってこと理解してる？あ、ボックスじゃ飽き足らず、単品まで。はい、お疲れしまーす。おほー。儲かる儲かる、バカは金になるぜ、はっはー。ありがとうございます。やろっか。お、あー、なんだ、手数料700円。あ、これで遊ぶと金が取れるってこと、客から。あ、そういうお金稼げて、誰だ急に。あ、けどやってるやってるやってる。で、貧しい人って何？あー、何かしら種類があって、それによって効果がちょっと変わりますようなのかな、この下のプラスマイナス。あ、
手数料は変えられると。はい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 、まあ別にプレイテーブルは安くていいんじゃない？ OK。 こんな風に遊んでんだ。うわ、出た、くっせえ客だ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。このために用意してた、これ。あ、ちゃ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 、アルバムって何？どうやって閉じるのかな？オッケーオッケー、閉じれた。で、これを取って、噴射！うおー！帰れ！あれ、まだ臭い。風呂入れ、オタク！デオコ使え、デオコ！よし。これでとりあえず、綺麗にはなったな。で、これをね、商品にしますと。あれ？できない？あ、できる。こうするとね、うちの在庫を減らさずに何回でもこれを使えます。だからギリッギリまで使っても棚に入れちゃえばお客さん買ってくから。最低すぎるうちの店。カードテーブルを購入してショップに置きますっていうミッションに変わったな。カードテーブルこっちかな？これか、4万円。まあ、一回買っちゃうか。事前に在庫はもうあるから、それ売れれば、まあ、元手は増えるでしょう。というわけでカードテーブルを購入しました。これは？あー！カードの単品売りができる。だから、さっきというか、いろいろ開けてたじゃん。あれをセットして、単品売りができるんだ。おお、すげえ、カードショップらしくなってきたぞ、うち。おお、じゃあ、とりあえずここら辺設定するか。あー、まあこれもあれかな、基本は市場価格に設定してあげればいいかな。多分だけど、これもやっぱりその日によって変わるんだろうね。いやー、面白くなってきた。どっちかっていうと、このゲームのメインの収入源ってこっちだよね。カードめちゃめちゃ高いのを当てれば、ワンチャンそれ売れてくんだよな。それで生活費を立てよう。つまり、俺のメインの仕事は、レジと在庫じゃない。カード開けだ。はい、お預かりしまーす。お前さ、合計4200円なんで6000円出してんじゃねえよ。お前、もう腹立った。全部小銭で返してやるから黙ってろよ。バカみてえな会計方法しようとする客にはな、お仕置きが必要だよな。お前、財布パンパンにして帰れよ。よかったな。財布重くなるぞ。何枚いけ、あ。100枚しかいけない？マジ？じゃあ、5円玉で代用させていただきます。お客さん安心してくれよ。小銭はまださ、何種類もあるから。これいくらまでいける ?100 枚までかな、もしかしたら。いや、まだいい。あ、じゃあ違う、600までか。行くとしたら。1効果100枚までだ。オッケー、わかった。はーい、お客様。1800円のお返しでございます。ちゃんと持ってってね。はーい、ありがとうございます。いや、このゲームおもれ。おぉ、1442円。おぉ、2、300円で売ってるやつが1400円に化けたぜ。株だ、これはもう。投資だ。資産価値がある、このカードたちには。ですね、お金が4万1000枚貯まったので、まあ、店舗拡張しようかなと思います。します、しました。で、わー、なになになんか動いた。あ、そこが開くのね。いや、そこが開いたとって微妙な場所だな。ちょっとレイヤーと変えるか。まあ、いっか。いい感じにカードショップっぽくなってきたね。ここもね、1列丸々増築しました。4回分かな。で、あとはこのプレイデスクも3つに増えました。ちょっと並べ気持ち悪いね。でですね、ここで撮影をまた開始したのはなんでかっていうと、まず1個ね、見せたいものがあるんだ。このカード。いやね、レアモンが揃いましたよ。値段、14,363円、8,313円、7,714円、6,515円、3,042円。まあ、ここら辺ちょっと下がるんだけど、1万円台が出たよ、これ。すげえね。ゴールドエディション。1枚で1万円するぜ。助かるー。っていう風に、まあ、ちょこちょこね、カードを開封して、これはなんだ？レアエディション、こっちか。これをね、開封して、1万円台出したりとかして、儲けを、上げてるという状態です。で、まあ、17万ぐらい貯まったので、やりたいのが2つあるんだよね。まずこの作業台。これが何かわかんないから買いたいっていうのと、あとは、これ、こいつ、従業員も雇いたいけど悩んでんだよね、今。作業台のがおもろいかな。あー、ジャンクカードを束ねると棚でバルクとして販売できます。え、楽しそう。ちょっと買おうぜ。悩んだ末に速攻で内容を見て作業台にしちゃった。ここら辺でやるか。ちょっとやってみよう。おー、バンドル、あ、違う、バルクカードバンドル。ランダムリーセレクト100ローバリューカーズフロムアルバム&バンドルゼム、あ、バルクカードボックス。ベースセット、エニーレアリティ、普通で、バンドルカード、え？
あれ？どれでもレア度は。あ、なるほど、俺が選べるわけじゃないんだ。自分の手持ちから、特定のやつ、まあ、多分今100円以下で4枚残しで選べるって感じか。あーけどそれで1500円とかで売れたらでかいよな。正直さ、その10円の価値もないやつらって売れないんだよ、単発売っても。それをこうやって売れるのはめちゃめちゃいいな。コレクションしたいんだったら別にこのミニマムカードを残しとけばいい話だから。あー、まあただ手作業でやんないといけないってのはめんどくさいのか。まあここら辺のカードもさ、束ねられるとはいえ種類が増えると多分いつか足りなくなると思うんだよ。いや、どうだろう、わからんな。まあまあまあ、とりあえずこんな感じでね、オリジナルカードパックも作れるようになったので、またなんか進展あるまでちょっとカットしましょう。よし、じゃあちょっと5万円だったらこいつ雇えるから雇っちゃおう。来いよ。あれ？あれ？来ないよ、あいつ。ちょっと採用したけど来ないんだけど。初手無断欠勤って、ま？店員注文したのに、店員注文したのには違うな。あれしたの、え、何を、あ、お前か？あー！どうしたの、ボス。あ、なるほど、指示出しができるんだ。じゃあ現金カウンターで。おー、なるほどね。いや、指示出しできるのはいいな。で、こいつくせえからとりあえずスプレーやっとこう。よし。嫌がるなって。臭いんだから仕方ないだろ。で、オープンすると、あー、ちゃんとレジ立ってくれる。ってことは、確かステータス的に、あ、そう、チェックアウトが遅いんだよね。遅いけど、まあまあまあ、時間かかったとしても、そのレジ業務をやってくれるのはでかいな。ちょっとお客さん来てくれるかな。その、あ、来てる来てる来てる、あ、ちゃんと買ってる買ってる。で、お会計3000円だよ。遅ない？あー、まあそんぐらいの速度か。多分会計だけはそんなに遅くないんだろうな。しかもカードだったから。いや、どうだろう、そこまで作り込んであんのかな。例えばその1個ピッてやるのにラグがあって700円、ラグがあったりとかさ、あとは何？まあ、単純に小銭を取るのが遅いとかそういうのもあるかもしんないし。まあ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 、あの、お店のことちょっとほったらかしてこうやってカードを開けられる時間が作れるのはでかいかもね。おー、でけー。いいねー。ちょっとお客さん、お客さん、そこ作業台、作業台にめり込まないでもらっていいですか？あと、レジ遅えの？あれやっぱり。バカ遅いやん。まあ、いっか。お前、レジ、遅い、レジ、遅い。そうさ。近い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 。補充して。そこら辺に落ちてるやつを補充してくれるのかな。何？なんで1円玉出してんの？あ、1円？ 100 円か？あ、200円か。あー、ちゃんと落ちてる在庫でやってくれるわ。ありがてえ。あれ？なんでこれこんなとこに出してんの？俺出した方がないよ。あ、もしかして、バイトさ、空きスペースがあると勝手に出しちゃう？あ、そうだよな、俺、カード系はここの棚にしか入れてないの。もうこれ開けちゃう、手元に持ってる邪魔だから。あー、だから全部なんかしら、棚埋めとかないと、バイトが適当に、あ、自分やっときましたよ、店長。つってやっちゃうんだ。うわ、だるいなー、どうしよう。いやー、なんか、当分使わないさ、529円でかい。何？オリジナルカードパックとかそういうので埋めとけばいいんだろうけど、それもめんどくせえよな。まあ、これちょっと終わりにして削除しとこう。はあ、バイトもバイトでちょっと使い勝手悪いな。まあ、基本的にはレジカウンターやってもらえればいいかな。今気がついたんだけどさ、この時間になるともうあのバイト帰るんだな、客がいても。なんかおかしいなと思ったんだよ。物を整理しつつさ、商品入れ替えとかしてさ、で、その間どうせ、客はやってくれるからいっかと思って放置してたんだけど、一向に進まない。え、そんなに遅い？嘘だろうと思ってた。つったらさ、帰ってたわ、あいつ。もういないもん、ここに。このマップから携帯も店長が仕事頑張ってるのに。店長、俺定時なんで先帰りますつって、いつの間にか声もかけないで帰ってたわ。まだ言ってくれれば、うん、いいよ、お疲れって言えたのにさ、気がつかないでずーっとパック開封してたからさ、お客さん永遠と待ってたよ。かわいそうに。はい。というわけで今回ですね、TCG カードショップシミュレーターというわけで、カードショップの経営者になりました。いや、このゲームね、すごいのが、まだアーリーアクセスなんですよね。声裏返っちゃった。
まだアーリーアクセスの段階なので、ここからさらに機能が増えたりとか、まあちょっと使いづらいなっていうところが改善されたり、もしかしたらもっとアイテムがいろいろ増えたりとか、そういうのもあるので、ほんとまだまだ進化を残したゲームでございます。ここ最近よく出ているこういうシミュレーター系のゲームなんですけど、その中でも結構レベル高いものじゃないかなと思います。発想が面白いね。やっぱりカードショップっていう、まあ、ちょっと馴染みのあるところ、かつこういう風にパックを開けられる、自分でパックを開けてそれを単品で売ることもできるっていう、まあ半分ガチャみたいなことができるわけですよ。パックを何枚開けて、あ、1万円、あ、10万円のやつっていう風に楽しむこともできます。そしてカードショップといえば、もう一つ問題になってるのがオタクの臭さ。本当に定期的にあるからね。皆さんちゃんと風呂に入りましょう。このゲームだとリセッシュみたいなのをぶちかければ匂いは収まるっぽいので、それで対処ができますと。まあ、そこら辺まで含めて再現されてんのがいいよな。というわけで今回ですね、単発動画として TCG カードショップシミュレーターの動画でございました。いやー、おもろかった。多分プライベートでももうちょいやると思う。皆さんもね、気になったらぜひ Steam でインストールしてやってみてください。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。バイバイ。